今や夏の熱中症対策の定番ともなった塩分チャージのタブレットや塩飴、梅飴。最近はいろんな味のものが販売されていますし、美味しくてついつい食べ過ぎてしまうこともありますよね。汗をかきやすい夏には水分補給と一緒に塩分の補給も大事だと言われますけど、塩分の取りすぎも気になるところ。こんな夏の塩分補給のあれこれについてまとめてみました。汗の塩分濃度、含まれる量はどれくらいなの？汗をかくと汗と一緒に塩分も排出されてしまうから、水分補給だけじゃなくナトリウムや塩も取らなくちゃダメというのはなんとなく感覚でわかりますよね。でもそもそも流れる汗に含まれる塩分の量ってどれくらいなんでしょう？汗に含まれる塩分濃度、一言で汗と言ってもベタベタ体にまとわりつくような汗からさらっとしたものまで様々。汗の種類には大きくいい汗と悪い汗の2種類があると言われています。簡単に言うと、良い汗、水分が多くさらっとした、塩分が少ない汗、悪い汗、ベタベタしたしょっぱい、塩分が多い汗、このように分類されます。スポーツや運動で普段から汗をかく習慣がある人は、体が汗をかくことに慣れているので、サラサラとしたいい汗を、その習慣がない人が突然汗をかくと血液中のミネラル分を奪ってしまう悪い汗をかきます。この流す汗がいい汗か悪い汗かで、汗に含まれる塩分の濃度も変わってくるんです。ベタベタした舐めると塩辛い汗の場合は、1リットルトータル約3から4グラム程度、サラッとした汗だと1リットルトータル約1から2グラム程度だと言われているのですが、わかりやすく平均して汗に含まれる塩分濃度は約 0.3% から 0.4% と言われています。夏場の28度から30度の屋外で1時間歩いた時にかく汗は約 600ml、 31から34になると約 800ml だとお話ししましたが、真夏の猛暑日にはポイント 800ml かける 0.3% 2.4g と、1時間トータル約 2.4g の塩分が汗と一緒に体の外に出ていることになるんですね。熱中症予防に必要だという塩分、1日の摂取量はどれくらい取りすぎたらどうなる？では、これを目安にして、次は私たちに必要な1日の塩分量について見てみましょう。厚生労働省の日本人の食事摂取基準2015年版策定検討会の報告書によると、18歳以上の男性 8.0g、 日未満18歳以上の女性 7.0g、 日未満1日あたりの摂取基準って思ったよりも少ないんですね。食事で摂る塩分も考えると、さらにここで気になるのが普段の食事で摂取する塩分の量です。だって夏場の熱中症の時期以外には塩分は控えめになんて声高に言われていますよね。おそらく普段の生活ではかなりの量の塩分を摂っているんだと予想されます。調べてみたところ、日本人が食事で摂る1日の平均の塩分量は約 10g、 あっさり1日の摂取量をオーバーしてます。水分補給のスポーツドリンクにも塩分が含まれているので、さらに忘れちゃいけないのが汗をかいて水分補給として飲むスポーツドリンク。このスポーツドリンクには約 0.1 から0.2% の塩分が入っているんです。つまり 500ml のスポーツドリンクには 0.5 から 1g の塩分が含まれているということになります。普段の食事で 10g、 そこからさらにスポーツドリンクの水分補給で 1g、 1日の塩分摂取基準が7から8g だったから、塩分は10分足りてて、汗で流れる塩分の量が1時間トータル約 2.4g だったから、実は夏場には水分補給と一緒に塩分も補給する必要があるのは、スポーツ、運動、仕事や作業で大量に汗をかく状況、このように大量の汗をかく場合のみだそうなんですね。でもなぜ塩分補給が必要だと言われるのか、でもなぜ夏は塩分補給をしっかりとと当たり前のように言われているんでしょう。それには自発的脱水と呼ばれる脱水症状が関わっています。私たちの身体には体内の塩分濃度を一定に保つ機能が備わっていて、体内を流れる血液は約 0.9% のナトリウムを含んでいます。ですが大量に汗をかいた時に水だけを飲むと、血液中のナトリウム濃度が低下、その結果これ以上ナトリウムの濃度を下げないようにと水を飲みたいという欲求がなくなってしまうんですね。
これを、自発的脱水、と呼ぶのですが、これが起こると、体液のバランスが崩れて、運動機能の低下や体温の上昇が起こり、めまいや失神頭痛、吐き気、倦怠感、身体に熱がこもりほてり、このような熱中症が起きてしまいます。ひどい場合には、筋肉の痙攣や硬直神経障害によって命の危険が生じることも。そこで、大量の汗をかくような時には、水分だけじゃなく塩分も一緒に取りましょう、と言われているんですね。どのタイミングで1回あたり何個くらい食べればいいの？な疑問についてはこちらでまとめています。熱中症予防の塩分タブレットや塩飴は1日何個まで食べていいの？普通に生活する分にはあえて摂取する必要のない塩分をチャージするためのタブレットや塩飴。何粒までなら OK というよりも、むしろ食生活によっては控えた方がいいのかもしれませんね。では、炎天下での屋外作業やアウトドア、スポーツなどをした場合はどうなのでしょう？いろいろと調べてみたのですが、正直、塩分の取り方や摂取量の目安について、基準を作るのは難しいようです。発汗量には個人差が大きいその日の天気。気温や湿度などの条件によって発汗量が異なる個人の体調や汗をかきやすい体質などの良い汗と悪い汗がある。このような理由から1日に何個までなら OK とは一概には言えないようですが、そこをどうにか突き止めたいと、先ほどの1日の塩分摂取基準と汗で流れる塩分量をもとに1日何個までかをちょっと計算してみました。例えば定番のカバヤの塩分ジャージタブレット、こちらの商品は、1粒あたりの食塩相当量が 0.11g、10粒食べると 1.1g です。カバヤの塩分ジャージタブレッツは、1袋あたり約30粒入りなので、極端な話、全部食べてしまっても 3.3g の塩分相当量ということですね。1日に何 ml の汗をかくかによっても変わってきますが、とりあえず、猛暑日で1時間歩くだけでも約 800ml は汗が出るということだったので、普通に1時間ほど歩くような場合 800ml×0.3%、2.4g、平均的な汗の塩分濃度、約 0.3% で計算、炎天下で激しい運動をした場合 800ml×0.9%、7.2g、激しい運動をした場合の汗に含まれる塩分濃度が約 0.9% で計算、これだけの塩分が汗で流れることになります。スポーツドリンクなどの熱中症対策では糖分の過剰摂取に注意でも、むしろ調べていて気になったのは塩分よりも糖分です。スポーツドリンクや飴などには糖分が含まれています。糖分は身体や頭が疲れた時に摂取すると疲れが取れますし、内臓や細胞、脳を活性化させるために必要な成分です。本来は摂取しても問題はないのですが、何事も取りすぎは禁物。糖分を過剰に摂取してしまうことで、喉の渇きや倦怠感、トイレが近くなる吐き気や腹痛、このような症状が起こることもあるそうです。特に最近は、清涼飲料水の飲みすぎによる、清涼飲料水ガトーシス、通称、ペットボトル症候群、という症状もよく見られています。これは、糖分を多く含むジュースを多量に摂取することで、血糖値が急激に上昇。飲んでも飲んでも喉が渇いてしまい、さらに飲料水を飲んで糖分を多く取ってしまうという悪循環に陥る症状なんです。でもやっぱり水分補給も大切。熱中症予防の塩分タブレットや塩飴は食べ過ぎ注意。1日何個までのまとめ。熱中症予防での塩分補給としては、食事、スポーツドリンクでも塩分摂取しているので、屋外での運動や作業など、大量な発汗時のみ塩分補給を意識する。塩分補給の際は糖分の摂取量にも気をつける。必要以上に塩分摂取を意識する必要はないんですね。むしろ塩分の取りすぎに気をつけなくちゃいけないんだと。その日その時の運動量や汗の量、ご飯をしっかり食べたかどうかなども考えつつ、1日何個までかを計算して、計画的に塩分を摂取していこうと思いました。皆さんも、計画的な水分と塩分の補給で、熱中症に負けずに暑い夏を乗り切ってくださいね。